はい、こんばんは、どんチャンネルです。1月26日の夜。まあ、ネットのニュースを眺めているとさ、まあ、例のさ、闇バイト、強盗事件でね、まあ、関係者がね、逮捕者続出っていうことの見出しが見えます。まあ、ちょっと記録として喋っておきたいんやけど、まあ、一般の若い人よね。まあ、未成年から20歳代の人たちがさ、ネット、まあ、ツイッターかな？ツイッターで、日給100万円のバイトがありますよと。で、叩きの仕事ですって。で、叩きって何？って聞いたら、まあ、これってね、僕もネットで見たんやけど、いわゆるね、強盗なんですね。まあ、警察用語でもあるらしくて、叩きっていうのは、いわゆる俗に言う強盗ですっていうことがね、書いてある辞書もありました。で、話によるとさ、まあ、まだその被害も後を絶たないけど、オレオレ詐欺、まあ、途中から特殊詐欺っていうふうに変わったけど、あれでさ、まあ、実際リアルにお金をさ、騙されたじいちゃんばあちゃんとこ行ってお金を取ってくる受け子を募集しているノウハウが、強盗する人募集のノウハウに流用されたっていう話らしいですね。結局犯罪者は一番リスキーな実動部隊を、そういうふうな、ね、ネットで何の面識もない人たちを集めて、高いリスクを負わせて犯罪させて、その上前を跳ねてるっていう構図ですよね。まあ、今回その首謀者が、まあ、フィリピンにいるルフィという人物で、その実動部隊とのやり取りはテレグラムっていうね、まあ、通信内容が時間が経ったら消えていくアプリをね、使ってるっていう報道がされてます。で、まあ、もう10人以上捕まってんのかな？まあ、強盗の事件がね、まあ、全国各地で起きていて、まあ、一人の人が複数の現場に関わってるみたいな事象も今あるみたいで、ということは、首謀者はフィリピンにいて、そのフィリピンにいながら日本全国の、なんだろう、まあ自宅とか事務所にさ、いわゆる現ナマを持っている、貴金属を持っている人のリストをどっからか持ってきて、犯罪を実行するように指示を出して、自分は何のリスクも負わずに若い人たちをある意味、まあ、食い物にしてるっていう構図じゃないですか。で、食い物にされた方も加害者で、その先にはね、金品奪われるどころか命まで取られたおばあちゃんまでいると、まあ、そういうふうな犯罪になってるってことですよね。でさ、まあ、オレオレ詐欺もまあ、実際実刑になったりね、まあ、騙して得たお金を弁済している人がいますみたいな記事を読んだことあるんやけど、実際さ、その叩き、強盗に入って、まあ、人に怪我を負わせたっていうことになるとさ、強盗傷害、強盗致傷罪っていう犯罪になるらしいんやけど、どれぐらいのね、罪に問われるのかというとね、6年以上って書いてありましたね。だからもう最低、まあ、いろんな、なんか、諸状況、を鑑みて、もう、最低でも6年はね、刑務所に行くような刑がほとんどだっていうふうに書いてありましたね。まあ、その日給100万でさ、そう、100万もらったかもしれんよ。100万もらったからといってさ、6年間もさ、刑務所に入って割が合いますかっていう話をね。で、どっかの強盗現場ではおばあちゃん亡くなってるじゃないですか。で、人が死んだっていうことはさ、強盗致死罪になるんですよね。強盗致死。おばあちゃん、90のおばあちゃん亡くなっちゃったって。そしたらさ、ほとんど死刑かさ、無期懲役になるんだって。だ、その弁護士さんのサイト見たらさ、まあ、無期懲役の判決が出た場合、ミニマム
どう考えても30年以上はね刑務所暮らしになりますっていう風に書いてあってさ、そんなん絶対割り合わんやん。でさ、そのテレグラムで指示出しているルフィと名乗る人物がさ、まあまあ僕映画ファンなんで、まあ今警視庁もさ、なんとか本部を作って本格的にね、あの捜査始めてるっていう報道もあるけど、フィリピンのその首謀者のルフィが捕まったとするじゃん。で捕まったやつがさ、どんな人だと思います？まあ古くはさ、まあグリコ森永事件の怪人21面相グループってどんな犯罪集団だったのっていうことは随分マスコミを通して話題になったけど、フィリピンのルフィっていうのがさ、もしなんかしょうもない男でさ、その犯罪に加担させられて駒として使い捨てにされた人たちが見てさ、あー俺たちこんなやつに騙されて踊らされていたのか、ちゃんちゃんみたいになったらさ、まあ映画としては面白いけどさ、使い捨ての駒として使われた方はね、もう愕然とするやろうね。こんなやつに踊らされて強盗して、俺懲役6年になって今から6年間刑務所に入っとかないかんねやなとか思ったら、ショックがね、もうものすごいショックやろね。まあ普通のね、普通の常識ある人はまあまあもともと闇サイトとか覗かないと思うし、誰かに言われたからといってね、他人様の家にね強盗に入って金品を奪うようなことはさ、普通やったらせんと思っちまってん。実際この実行犯になって捕まっている人たちがいるっていう現実を見るとね、なんかがおかしくなってるのかな、この日本みたいな気がねしないこともないんですよね。自分の親とかさ、兄弟に対してそんなことはしないでしょ。でも誰かに言われて、お前強盗したら成功したら100万円やるけんって言われたら、実際乗り込んでいくっていうことがね、まあそのグループの一員になったら、まああの、なんだっけ、例の共同圧力、同調圧力か、目に見えない同調圧力に駆られてさ、根っからの犯罪者になってしまうんやろうか。まあ今ネットの記事にあるんやけど、なんかね、その犯罪グループに加担するときにね、なんか免許証出せとかさ、なんか自分の身元が分かるものをさ、あの相手に知られてるからさ、抜けようと思っても抜けられなくなりましたとかさ、そういう風なことをね、まあ言ってる人もいるみたい。強盗をやるにも身元を教えなきゃいけないんですかみたいなさ、まあそんな不思議な世界やけど、それもったいないよね。二十歳ちょいでさ、まだ今からいろんなこと体験できたりするはずがさ、6年とかさ、まあ、下手したら30年刑務所に入っとかなきゃいけないみたいなリスキーな仕事にね、手を染めますかっていう話ですよ。自分もね、バブル弾けた時にさ、マンションのローンを組んでてね、有利子負債が1600万あった時期があるんですよ。ため息出ますよね。もう世の中デフレになって、残業もできなくなって、思うような収入が得られなくなってるのに、35年の住宅ローン、それも高金利の時に組んだやつがさ、元本がまだ1600万残ってますっていう状況。ね、金利はどんどん低金利になっているのに、なんで俺高金利の借金の返済を続けなきゃいけないのって。でもね、まぁ、ちょっとそこから1年、奮起してね、頑張って返済してね、まあ、4年間で1600万の借金、有利子負債は実際完済できたんで、まあマグロ漁船に乗ったつもりで頑張ればね、できないことはないかなっていう気もするんですよね、自分実際できたんで。日給100万とかに釣られてさ、人生無謀に振ってどうするんですかっていう気がします。
うん、なんかあったらコメント欄に書いてください。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。